表情に踊り疲れて今すぐにあなたのわらび餅食べたいの。踊り疲れたんですか。そう、ここで踊って疲れてさ、工場に踊り疲れて今すぐにあなたのわらび餅食べたいの。ここが工場ってことですね。そういうこと。わかりました。なんか掛け言葉とかあるんですか。特段ないよ、ただ並べただけ。わかりました。俳人の岡村智明でございます。ありがとうございました。急にやってって言われてできるかなと思ったけど、できてよかった。踊る。いただきます。